あなたのお子さんがやり抜く効果投げ出す効果をチェックしますはいこんにちはライフコーチのミスターオカチですやり抜く子を育てるための行動習慣をマックスと一緒に紹介していますはいやり抜く子とは何か前回にもお伝えしたようにやり抜く子とは自分で決めた自分がやりたいことを最後まで やり抜く子供ですはいいわゆるやりたいと思ったワクワクであったり情熱っていうのを持続させる力を持っているんです才能とは何かを続ける力です自分がやりたいからやっている誰に言われなくても夢中になれる没頭できるその何かが才能なんです ですのでやり抜く子はやり続けることでやり抜くことで自分の持っている魅力や才能が開花しいつでもどこでも自分の力を発揮できるようになるんですだから社会に出てもたくましくそして自分らしく生きていける、はいえー、これはさまざまな研究成果にも、えー、報告されていますがやり抜く力を持っている人は将来の学歴年収 幸福度が高いことが報告されています興味がある方はグリッとやり抜く力という書籍をご覧くださいということで今日のテーマはやり抜く効果投げ出す効果をチェックするそのチェックテストを紹介させていただきます、えー、この動画を最後まで見ていただけたら、えー、自分の子供がやり抜く子かどうかが分かりそしてお子さんとの関わり方を考えるきっかけになると思いますので最後までご覧ください はいということでこのチャンネルでは、えー、子育てを頑張るお父さんお母さんそして子どもの教育に関わる方に向けてやりぬっこを育てるための親の関わり方にフォーカスした動画を配信しています、えー、興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいですあとインスタでも毎日配信してますので概要欄からつながってください はいということで、えー、早速、えー、やり抜くいかどうかのチェックをしましょうということです、えー、10個紹介させていただきます、えー、まず早速いきますねあなたのお子さんに当てはまるものはいくつありますか一つ目失敗が怖い二つ目新しいことに挑戦しない三つ目いつも他人と 比べる4つ目「自分なんて無理」が口癖5つ目「輪の中になかなか自分から入れない」六つ目「授業中手を挙げて発表できない」七つ目「言い訳ばかりする」八個目「宿題をいやいややる」九目「輪の中になかなか自分から入れない」6つ目「授業中手を挙げて発表できない」7つ目「言い訳ばかりする」8個目「宿題をいやいややる」9個目 特にやりたいことがない。十個目、何をやっても続かない。以上です。いくつ当てはまりましたでしょうか。もし一つでも当てはまれば、投げ出す子の可能性があります。え前回もお伝えしたの通り、やり抜くこと投げ出す子の決定 規定的な違いはライフスキルを持っているかどうかこのライフスキルっていうのは、えー、目には見えない生きる力です近年では 非認知能力とも呼ばれていますが例えば自分を信じる力であったり一歩踏み出す勇気であったり目標を見つけてその目標までの現在地をこう線で結んでロードマップを作る計画性であったり人とコミュニケーションする力であったりこういう目には見えない力これがライフスキルですけれども今の項目に一つでも当てはまったらこのライフスキルが低い 可能性がありますということで、えー、だったんですけどもあくまでも一つの目安ですで、僕自身ですよ僕自身の小学生中学生いや高校大学ぐらいまでですかね今の項目ね全て全部当てはまってました うん、全部当ててはまってまっしたもうね、成功できる、100%成功できることしかできない。もうちょっとでも失敗すると思ったらあのやらないし、勝てる相手としか勝負しない、うんあの。バスケ部やったんですけど、右のドリブルやったらうまくいくんですよ。で左手はね、難しかった、左利きじゃないから。だから、左のドリブルは使わなかった。だから、右のドリブルはうまいけど、左のドリブルは使わない。だからね、えっとね、やっぱ自分の力が伸びていかないんですよね。できることしかやらないから。できないことは一切やらないから。で、あとは何だろう。いつ でも一人ぼっちでしたね基本的に、あのー、自分から輪の中に入ることもできへんしそこで失敗したり馬鹿にされるのが怖かったからなんかずっと一人ぼっちでした。で一人,ぼ一人が楽なんだ楽なんだ一人が、えー、いいんだって自分の中でずっと言い聞かし,ま言い聞かしてましたね。 はい、あとは何か失敗した時に自分のせいにできないこれが自分のせいにしてしまったら自分がねもう自己肯定感とか自信がもう空っぽだったからその自信がなくなってしまったらもう生きていけないだからその自信を守るために人のせいにしました何が起きてもあいつが悪かったパスが悪い教え方があるだから俺はうまくならへんっていつも人のせい周りのせいにしていましたあとあのやりたいことっていうのは基本的に分からなかったね、うんまあ、中学時代は、まあ、一りぼっちは嫌やったさすがに嫌やったからみんなに合わせてばっかり もう聴きたくない洋楽聴きましたよグリーンデーとかねなんやろメタリカとか聴きましたよ全然あのテンションも上がらへんやしでもメタリカの話してるんですよ吉本新喜劇の話してるんですよ面白くもなかった当時はでメタリカも全然聴いても何の感じも湧いてこないでもそれをずっとずっと聴いてましたよそういうことをやっていたら自分が本当にやりたいことっていうのが分からなくなりました自分の気持ちがで高校になってね僕がずっとやってたバスケ部をやめてやめてそこからもういろんなこと挑戦しましたスケボーをやったりボーカルスクールか やったりオムライス屋さんで働いたりねあとはねブル,ーブルーハープやったりギターやったりね、えー、やいろんなことやったんですけど全部半年も続きませんでした、はい、でも大丈夫です安心してくださいそんな僕でもそんな僕でもライフスキルを身につければ投げ出す子子からやり抜く子に変わることがでできたんです、えー、これまで僕は1万人以上の子どもと向き合ってきましたどうやったら生きる力を育めるんだろうどうやったら自信を育めるんだろうどうやったら投げ出す子からやり抜く子に変わるんだろうということ まあこの起業して7年もっと言えばアメリカ時代も含めた10年間撤退 ししててライフスキルをを高めるとということをやってきましたその経験を通じてどんな子でもいつからでもライフスキルを身につければ投げ出す子からやり抜く子に変われるということが分かったんですでこのチャンネルではまさに、えー、っとやり抜く子を育てるための考え方であったりおへ子どもとの関わり方っていうのを紹介していますですので、えー、一つでもあの先ほどの項目にチェック,をが,、えー、チェックがあったが このチャンネルを見ていただいて一緒に、あのー、やっていきましょう、はい。一緒に頑張っていきましょうということです、えー。ですので少しでも今回の動画良、えー、かったなとか参考になったなと思われたらいいねボタン、高評価ボタンを押してくれたら嬉しいです。えー、これからもこのチャンネルではあなたのお子さんがやり抜く子になるための、やるための関わり方、声がけの仕方や環境の作り方を紹介していきたいと思います。えー、興味がある方はチャンネル登録を ボタンをポチッと押ししてもららえたら嬉しいですあと概要欄にも貼り付けてますが、えー、無料の LINE 講座やりぬく子を育てるための LINE 講座も今は開講しておりますそちらにご登録いただけたら毎日いや2日に1回かな2日に1回で2週間経ったら1週間に1回やりぬく子を育てるための情報とか動画とかを配信してますそこでもいろんな質問を受け付けてますのでどうかそちらでもつながってくださいはい以上です エンド。それでは、ワンダフルな一日をお過ごしください。ありがとうございました。